はい、こんにちは。同じ洋服なので、へへへみたいな感じですけれども、今度は、目覚めっていう言葉、ものすごくよく聞きますけれども、そもそも目覚めって何なのっていうのを、ちょっと話したいと思いいいですまね。す。目覚めって何ですかね。ねえ、なんかスピリチュアルの世界が言っている目覚めと、ノンジュアリティが言っている目覚めって、すごい違うなって実は思ってるですよ。なんか混乱してる人実は多いなっていうのもあるんです英け語でもど、結構、エンアウライェイトクメントニとか、アウェイクニングとか、リアライゼーションとか、リボレーションとかあるじゃないですか。でもちょっとずつなんかニュアンス違いますしね、でもね。まあ、で、なんかそのスピリチュアルの言っている、目覚めって、こう個の自分がなんか高次元に目覚めていくみたいな感じの話が多くって、こう個の自分がワンネスに目覚めて、それがまあ本質だから、ワンネスという自分の本質に目覚めて、なんか波動が高まって、なんかその高次元に目覚めていくみたいな、なんかちょっとそのストーリーがですよね。ある感じですよだからね。愛華さんは続くみたいな。で、愛華さんがエンライトして、愛華さんが続いて、愛華さんが、私が目覚める。で、高次元のそのワンネスの世界が本質の世界で、で、そこに目覚めていくために、こういう波動を上げることをしましょうみたいな話が結構ありますね。あったりするかなと。で、間違ってるとは思わないんですけども、でもこれストーリーがあるし、次元っていう空間があるし、で、やっぱり個の私が目覚めていくっていう話だから、ノンジュアリティの目覚めとは全然違う違いなっますて。ね。ノンジュアリティの目覚めっていうのは。何かで、ノンジュアリティの目覚めっていうのは、その個が目覚めていくんじゃなくて、個から目覚める、個の自分っていうのがいない。溝口あゆかのストーリーというものがないっていう、その溝口あゆかから目覚めていく。だから、まあ、言葉変えたら、アウェイネスが目覚めるとこです。で、今言いました。ある意味、アウェイネスとか、エンティネス、サイエンスがウェイクアップするみたいな。個が目覚めるというよりは、アウェアネスの眠ってた部分が目覚めるっていう、本質に戻るっていう感じですよね。で、その目覚めるというと、この本質というのはストーリーもないし、さっきというか前のビデオで話した、本当に何もない、時間も空間もないし、私もいないし、誰もいないし、アウェアネス、気づきと存在、同義語ですけど、のみ、エンプティネス、空。でも、目覚めたからって何もなくなっちゃうとか、そういうのはなくなり、愛華さんもいなくなっちゃうって言ったら、またそれも違いますよね。だから僕が、歳がウェイクして、歳っていう動きっていうか、私っていうその動きがなくなったっていうか、何もなかった、もう最初から何もなかったんですけど、それに気づいたからって、体はまだ続くし、お腹もすくし、美味しいもの食べたいし、そういうものを、何ですか、人生は続くっていうんですか、その動、現れとして動くは続きますよね。それから目覚めるっていう意味ではないんですかね。そういうストーリーでしょ。で、そのずっと続いてるこのストーリーっていうか、そのあらゆるストーリーから目覚めるってことですよね。ですね。あらゆるストーリー、で、だ個から人そののススピリトチュアルーリー。なストーリーも含めて、さっき言ったスピリチュアルな目覚めのストーリーも含めて、とにかくあらゆるストーリーから、目覚めてくる。で、全部が壮大な夢だったんだっていう意味で本当の目覚め。ですね。で、まあ、夢っていう形は続いていくし、ですよ夢はね。続く。夢は夢その続くし。形ある世界がなくなることはないんで、ですね。夢は続く。で、私たちが夜見てる夢と同じことなんですね、ある意味で。その夜に寝た時に見た夢って、ものすごくこうリアル感がある時もあるじゃないですか、夢の中で。で、なんか例えば夢の中で誰かに攻撃されたりとか、
なんか逃げまくったとか、なんかすごい、すごい壮大な夢見るかもしれないじゃないですか。でそれ起きた時に、起きたって私たち言わないじゃないですか。はい、こういうことが昨日起きたんだよ、昨日寝てる間にすごいなんかなんだ、犬に追っかけられたんだとか、うん、そう起きたんだよって言わないですよね、はい、でそれはもう本当に目覚めて起きてなかったんだ。でそれも全く同じで、あ、溝口愛香っていう個人がものすごい一生懸命生きてると思ってたけど、なかったんだっていうのが目覚め、うん、で自別体験した時に、本当に何にも起きてなかったっていうのが一番強い感覚として私の場合あったんですね。何も起きてなかったんだ。でそれでその何だろう、何も起きてなかったっていうことで落ち込んじゃう人もいるらしいんですけども、うん、その何だ、結局だから何やっても無駄じゃないかっていうと、うん、そっちの方にエゴが陥ってしまって、うん、でも私の場合は、あ、頑張らなくていいんだっていうところですごく、はい、僕もそうです、落ち着いたんです。ほっとって荷物が、うん、そう全部、はい、うんうん、あ、はい、なんか一生懸命頑張らなくていいんだみたいな、うんうん、あんなに頑張ってたのにみたいな全然意味なかったって言ってたんですけど、やっぱりなんですか、うんうん、本当にどうでもいいんだなってことがよく分かりましたね、うん、頑張ろうが、はい、頑張らないが、いい意味で、はい、もう全て許されてるって、はい、うん、本当に全く間違いがないっていうか、もういいも悪いもなかったっていうふうに、うんうんうん、だから私がそのうまくやれなかったこととか、はい、そういうことも、あ、本当にいいんだ、許されてるんだ。でその奇跡のコースがよく言ってるフォーギブネス、はい、許し、うん、の大切さをすごい、ね、言ってますけど、はい、うん、あ、こういうことなんだな。だからその許しが大切っていうよりは、許される必要もない、何も起きてないから、はい、うん、ということが許すってことですね。許すっていうことは、そういうふうに世界を見るっていうことと思います、うん、世界を見るっていうか、そういう起こってることをそういうふうに見るっていう、どういうシチュエーションでも許すっていうことは、もうそういうふうな本質をしっかり見るっていうことですよね、うんうんうん、だからなんかストーリーがまだ自分の中に走ってる時は目覚めじゃないんだなっていう、はい、ことですね。どんなストーリーでも、はい、私目覚めましたはストーリーだし、はい、そういう意味で本当の意味のそのなんだろう、ない、はい、全くないっていう、うん、無空っていう、ということを今ちょっと思ったんですよ、うん、そしたら目覚めっていうもの続くものかって言ったら、うんうん、ストーリーが走り出したら目覚めてないってことは、だからなんか目覚めちゃったらもうそれでおしまいで、もう何も変わらないっていうわけじゃないですよ。だから起こることは起こってるし、うんうん、またそのトラウマとかも、またその話をまた次からすると思うんですけど、うんうん、そういうものがしっかり残ってきて、余計そういうことが、トラウマがあったらそれが余計見えてくるとか、うんうん、感じてくるものが増えてくるイコール、うん、またそのストーリーにとらわれる、僕もとらわれましたし、その特にその何もないとか誰もいないとかっていうストーリーにもとらわれやすいし、うんうんうん、やっぱ逃げ道にも、さっき言ってた、さっきじゃないです、この前のビデオスピリチュアルバイパースのことも同じですけど、やっぱりだから面白いですよね。だから目覚めましたって言ったら、なんかもう目覚めてそれでおしまいみたいな感じですけど、うんうんうん、目覚めが続くってことですね、やっぱり。何ですか、やっぱりっていうことは、うんうんうん、癒しが続く、目覚めが続くですよね。だからそれで、うん、別に目覚めに行ってるってことでいいことでも悪いことでも別にないし、でもっと今僕はやっぱりそのストーリーにとらわれる美しさとかがしっかり見えてくるというか、夢が本当の意味で夢をしっかり見れるっていうんですか、うん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 、あの何て言うんですか、あのやっぱりあのすごい怖い夢とかすごいビビッドな夢がいっぱいあったとしても、それは自分からしてたら、自分に起こってると思ったらやっぱ違うものでしたけど、それをしっかり起こってるものと見れるっていうことで、ちゃんと夢を楽しみ生きれるっていうか、もっとうんうん、なんていうんですか、味わいできる、味があって、はい、はい、味わうことができる、すべ、はい、て、うん、なんていうんですか、いいことも悪いことも、まあ、でも嫌なことは嫌やし、まずめもまずいし、痛い時は痛いし、でもしっかり痛めるし、しっかりまずめもまずいし、しっかり綺麗なものは綺麗やしっていう、もっと夢やねんけど、その子から見てた夢じゃなくて、やっぱりもっとなんですか、もうパンパンな 100% の夢っていうか、うん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 、なんかどうかしてればしてるほど
体もそうだけどストーリーもそうだし、同化してればしているほどそのなんだろう愛がなくなっていく、はい、そのこう悪いことばっかり目がついちゃって、体もそうだけどもなんか太りすぎてるとか痩せすぎてるとかいろいろで、同化してる時ほどその体に対してのなんか感謝も出てこないし、まあ、慈しみみたいなのも全然出てこないし、ましていやその体がいかに驚異的に作られてるかっていうそういう驚異のね、うん、驚異まあいいや、おうあおうって言いたかったので難しいですね、うん、そういうのも湧いてこないですよね、はい、で同化が外れてその夢なんだって分かってきたほど逆に、はい、夢の美しさとあとこれどういう知恵がこんな壮大な夢を作ってるんだろう、もうそれ考えしたらもう大変なことですね。すごいですね。すごいですね。うん、もうこの今ここ座って喋っててこういうタイミングでこう起こっているということで、うんうんうん、今から見たらすごいことですしね。すごいすごい、うん、誰がどういう設計図でこういうその壮大な夢を、ね、地球があるとか宇宙があるとか、はい、それこそ次元があるとか、また地球だけでも起きてることとか、これそれがまあ、一個の文字でそれがあったけど、いろんな視点から何万人何千何億人の人からの視点が感じて見れてるものも一緒に分かち合ってるっていうのがもうすごいですね。すごいですよ、うん、でそういう意味でその目覚めた空の視点っていうかその本質の視点から見た方が逆にそのだから起きてないんだからどうでもいいようにはならないはず、ならないですね、もうすごいなっていう、うん、誰がっていうかどの知恵が、はい、こんだけすごいものを作り上げてるんだろうっていう、はい、もうこう、そう畏敬の念って言いたかったんだ、はい、畏敬の念がすごく出てきて、はい、大切なものになってくるなってすごく、はい、うんうん、それでもでやっぱりそれは何かって言ったら、まあ、ちょっとスピリチュアルみたいな話になるので愛とかピースとか、うん、トラストとかそういうことでそれしか見えなくなってくる、何が起こっていても結局絶対後ろには愛があって動いてるっていうことで嬉しいですよね、うんうん、なんかあこれあそういうこと、うん、その喜びがやっぱり動き出すと本当に人間っていう現れの喜びですか、うんうん、っていうのを分かり出したら楽しいですね。だから全然僕もそのいろいろ体験とかいろんな体験していろいろリアライゼーションとかって見つめてもやっぱり起こることが続くし、なんていうんですかその、うん、ね、その、はいはい、なん現象がなくなるってことは絶対ないですからね、はいはいはい、だから無だけの世界になんか私が行くんだみたいなもありえないことを、はい、その知らないとこう無双しちゃったりしますけども、僕ももうこれだけやと思って、はい、うん、オーエンネスにずっとねいろいろ湧いてきて、もそれがセンセーションとかあれで見ててもやっぱりしっかり自分から一歩出たって、なんかそれもなんか英語に聞こえますけど、やっぱりでも全て受け入れるっていうのはそういう意味っていうか、やっぱりここにパッシブにいるだけっていうのはやっぱり僕はかなりスピリチュアルバイパスしてたなっていうのは、やっぱりアバイデスにってたオーエンネスにって気持ちいいし楽やし、で大体湧いてきてるものとも一緒に大体は入れますし、大体普通に生活できるけど、でもそこでやっぱライフっていうんですか、うんうん、やっぱいろいろ投げてくるじゃないですか、そこでやっぱりいろいろ見せかけて、うんうん、その動きっていうのに乗るっていうのが、まあチョイスがないといえばないんですけど、うん、あるように動く美しさとかってことですよね、うんうんうん、そこのチョイスがあるないっていう話もすごく、ね、それまたね、選択もね、またこれ深い話になってくるから、はい、またそれはそれで、うん、じゃあ誰もいないんだし起きてるだけだから、うん、そのこの、ね、選択っていうか、はい、ないですもんね、ないです、ないです、だって選択できる誰かがいないから、そうですね、うん、ほんま動いてるだけでもそう言ってしまったらそうですし、うんうん、でもこれがあるっていうことはまた面白いことですよね。面白いことですね、うん、その素晴らしさですよね、うんうん、まあ、だからその目覚めって言った時に、なんだろう、その一つはもちろんその無としての空としての無じゃなくて空としての本質の自分というものが
に、まあ、いや、に目覚める。一つ本質に目覚める。でもそれはそのあゆかが目覚めるんじゃなくて、あゆかから、あゆかから目覚めていくっていう。ね、でもそのと同時にあゆかがすごくものすごく愛おしく見えてくる。はい、うん、ですよね。うん、はい、うん、で もちろん後悔の念とか自己否定の思いとか、はい、いろんなものが湧いてくるんだけども、で苦しんだりもするんだけども、でもそれでもその愛おしくてしょうがないですよね、はい、うんうん、っていうところなのかなって、ね、やっぱ目覚めって、うん、やっぱり僕もさっきも言ってましたけど、やっぱ続くものやなって今喋ってすごい思いますね。目覚めって、うん、パッて聞いたらなんか目覚めて、はい終わりちゃんちゃんみたいな感じですけど、やっぱ目覚めって続くものって見るとやっぱり全然、うんうん、もっとオープンで、オープンなものであって、もっと、うんうん、なんていうんですか、ミステリアスなものっていうか、本当の本質ってやっぱミステリアスで分からないことばっかりじゃないですか、うんうん、僕らも分かるように喋ってる言葉使って分かってますけど、この動きを説明するのとかも難しくて無理なことします、うん、でもやっぱ目覚めっていうものだからそういう意味で続いていくし、僕も自分の動きや現れやトラウマを分かっていくことによってその目覚めが深まっていくって言ったら深まっていきますね、ずっと。だからそういえばなんか思い出したんですけど、ルパート・スパイラさんのリトリートにも、あのルパートさん私大好きなんで僕も好きですけどね、いいですよね、はい、で行った時に、なんかあの個人的に質問時間取ってあげるよってすごい素晴らしいことを、昔はまだ人数が少なかったから今も多すぎても無理ですけども、はい、で個人のセッションをあのやってもらったんですよね。でその時に どういうところで自分が目覚めたって分かるんですかっていう質問したら、いやそういうのないからって言われて、はい、そういうこうここでゴールなんか目覚めを分かりました、なんかこうこういうなんかこう、うん、テープを切ったみたいな、うん、そういうのはないよ、分かれないですね、メジャーメンツがないっていうか、できない、分かります、ね、うんうん、でその時はちょっとがっかりしたっていうか、はい、え、なんかよくわかんないな、じゃあどうなんだろうみたいな、ね、やっぱりね、あのエゴはやっぱり欲しいですもんね、しっかりした時間と、ここで目覚めましたみたいなね。僕もそう言って、やっぱ僕も自分目覚めたんかっていう出てきたから、気づいてたら目覚めてっていう自分がおったっていう方が大きいんですね、やっぱり、ね、うん、だからそのやっぱ体験が起こったから目覚めたとかって思ってたから、うん、こういうすごい体験、うん、一別体験したからウェイクにした、でも出なくて、それよりやっぱり、あ、いつの間にかいろんなものが外れていってて、いつの間にかこの流れになって生きている自分をしっかり見つめている自分がいてて、で、年っていう動きがどん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 薄くなっていってたんですけど、強い時もあるし、でもそれをしっかり見れてる自分があった時に、あ、これ、あ、目覚めてたんかな、みたいな感じですよね。で、僕はそうなんですけど、うんうん、なんか結構、後で気づくって言ったんですけど、でも最終的にやっぱり目覚めもどんどん深まっていくじゃないですか、はい、だからもうこれで目覚めましたちゃんっていうのがないから、はいはい、ないですね、でどうしたって体がある限り、うん、トラウマとかそのストーリーに引きずられるわけで、はい、そういう意味で家でルパートさんも言ってたんですけど、ゴールのテープはなくて、うん、ただただ深まっていくというプロセスがあるだけだよ、わかります、僕も、ね、言ってたんですけど、うん、でそれ本当にそうだなと思うし、うん、と同時に深めていくためにはやっぱりその体に残っているトラウマとか、はい、そのこう、なんだろう、ネガティブな動かないこう感情や思い、でそれはネガティブが悪いっていう意味ではなくって、そのネガティブっていう言葉というよりはその愛じゃない思い、はい、愛じゃない思いがガシッと座っているとやはりその本質は無条件の愛だし重要だから深めていくのが難しいですよね。でそういう意味でその、自分の中にあるその本質じゃないもの、または本質から離してしまうものっていうものをこう見ていくっていうのもやっぱり終わらない作業かなって、本当にでもそれが、はい、それが、うん、本当に目覚め、僕が本当に目覚めていくっていうことはどういうことなのかって言ったらそういうことになってくるですね。やっぱり自分が見えないものをしっかり見ていくとか、隠されているものを見ていくとか、この前あゆかさんに言ってたみたいに、そういう一番暗い自分、一番辛い隠れてるところが一番近かったりしますもんね、うん、その、そういうことですもん。だからそれで、そことの出会いでまた深まるあれで、やっぱりだからずっと続くジャーニーですね、うん、ずっと続きます、ね、でそういう意味でもしこれをね
私がずっと前に聞いてたら逆にがっかりすると思うの。なんかこうゴールがあってパソコンのやつ、そうでそこにたどり着けばずっと平和な気持ちのなんかずっとなんかこうちょっと幸せな感じが続く状態になれるんだってなんかすごい思ってたので、多分そういう話を当時聞いてたらかなりがっかりしたと思うんですけども、でもなんだろう、本質のそのエネルギーがの方がだん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 増えてくれば増えてくるほど軽くなるしシンプルになるっていうのはもう絶対それは、ね、絶対そうですね、はいはい、あるから、はい、ね、そこはやっぱりいいことかなって、いやすごいいいこと、ね、で目覚めるのはやっぱりすごくいいなって思いますね。いや、はい、確実に、はい、でそこが増えてくるってことはその愛が増えてくるっていうことでもあるん で、はい、でそういう意味で世の中に目覚める人が増えてくるとすごくそのなんだろう生命のダイナミズムっていうものがもっと出てくるしっていうのはそのやっぱり、愛じゃない思いが多すぎると生命のダイナミズムってどうしても抑え込まれちゃうんですよね、うんうん、でそれがその、溶けていってでもっと愛が増えてくるとその そもそもの生命のエネルギーっていうのはやっぱ愛なので、はい、それがもっとこうその人の中からもまたは社会からもすごい出てくるし、うん、で愛がもっと増えていくっていう、方向にどうしたっていくの で、はいね、でそういう意味でその目覚めていくこう現象がいっぱい起きてくるといいなって、はい、いいですね、うんうん、ね、ウキウキしますね、ウキウキします思います、うんうんうん、まあ、目覚めって何って言うとやっぱ僕はやっぱりジャーニーですかね、今パッてきたけど、うん、ジャーニーっていうか、うん、ゴールじゃなくてジャーニー、ゴールじゃジャーニーですね、うん、はい、はい、うん、じゃあとりあえずこの辺にしたいと思います、はい、どうも。